はい、こんばんはー。こんばんはー。今夜も始まりました。はい。この番組が始まってしまいました。毎週ね、ほんとめんどくさいなと思ってるんですけども、もう来てしまうと、この時間が。今日はね、レアなメンバーでね、あやと主任が来てもらったんで。うん、だって、二人初めてよ、今。マジで。ほら、最初からいる。そうだ、最初からいる。そうだよね。あ、いつも迷子になるからね、俺ね。そうそう。で、だいたい迷子かっこアフターね。そうそう。アフターからのアフターだから、俺今日。で、来ないから。はしごしてくるんだよ、いつもね。このね、なんだっけ、生きてる男じゃないってね。そうそうそう。はしごしてね。そう。だからね、新鮮かなと。で、今後ね、この番組がね、少しね、変わります。はい、1時間番組だったんですけども、今日で、ハルミの会は、終了となりまして、最終回、はい、で来週からは、この番組をね、リッチさんが、おリッチさんがやることになりました。なので今回でね、僕がね、出るのが最後になるんで、ラスト放送となります。最後なんでね、今日はね、いっぱい盛り上げてほしいなと思うんで、よろしくお願いします。それではCM じゃなくてオープニングどうぞ。はい、ということなんでね、はい、で早速ね、今日からね、今日は30分だけ、僕らがやって、まあ2時半までですね。はい。で2時半からはリッチさんが来るんで、まあ、新しいね、このまあ実質ね、そう、もう最終回1時間やりたかったんですけども、うん、まあ引き継ぎもあるんで、うん、30分だけになります。うん、なのでね、今日はね、皆さん最後なんで。でも急っすね、だいぶ。それ決まったんですか、いつか。さっき決めた。さっきね。うん。俺も気分的に、ね。先週じゃなくてね。うん。うん、もうこれで最後。僕もね、やっぱね、4年間ね、やってきたんで、さすがにもういいかなと。うん。もうね、そうそうね、4年間でここに来てるから。次に、まあ、バトンだってしないで。そうそう。やっぱいつまでも俺がいたら、次が来ないから。育てないし。そうそうそう。だからね、僕はもう次の人に渡そうかなと。はいはい。で、次のね、刑事のニコ生は、うん、新しい子たちがね、引っ張ってくれればいいかなと思うんで、うん、ぜひね、僕にね、会いたい人はハーレムまで来てください。お願いします。まあ最後だからね、あやとも来てくれて、そうそうそう、初めからね、そうそうそう、今日なんか迷子しなかったんですよね。今日はね、ささっと来たのね。そう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 。軽くパパパパーッつって滑りてきたから、一本だけパーッつって、うん、焼ける食ってパーッつって、靴の裏赤、うん、赤だよ。乾杯で。乾杯で。はい。お疲れ様です。今日もお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。4年間。確かに4年をこう、引っ張ってくるってすげえなと思って、マジで。だって、最初の頃は、例えば、じゃあ、一人でやってるとか、あるじゃないですか。うん、最近はこう、ハールのメンバーで、バーやったりとか。例えば、じゃあ、周年があったりとか、バースだったりで、こうやってなんか宣伝であって、来るんだけど、なんかね。やっぱ最後だから、ちょっと。そうそう。キモいわ。うん、すごいの4年をこう、約、じゃあ、2年、いや、約2年は多分、1年回したわけじゃないですか。うん。2年はね。絶対2年は1人で。すげえなと思って、マジで。最初、だから俺もその、ニコ生がやってるね、その先輩がいて、その、ゲストで呼ばれてきて、喋れずにね、ただこういるだけから始まって、そう、今があるから、まあ、あっという間だよね、4年間って。店の頃やったんですか？店の頃、18の頃に。すげえ、マジで。初めて出て、今もね、あるのよ。何がですか？18の時、俺のやつが。YouTube かどっかに載ってんのね。これなんか出るんですか、その写真とか。18の頃なんか。
出ないね。出ないか。うん、あ、じゃあうまく出たらね、出たらいい。そう、でも、それを見るわけよ。ほんなまあ喋らんね。いや、やっぱ。いや、しすごいね、ピュア。まあ、この距離感とか、その、なんだろう、その、まあ、難しいですよ、最初の頃。その、気使う部分とかって、やっぱり。でも、まあ、慣れればね、テレビベイテできるけど。じゃあ今日ラストだからじゃあなんか逆にこうね思い話してもいいか振ってほしいかなって思う。そうだね、最後で答えられるみたいな。うん、最後だね、何でもね。そう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 、答えますよ、何でも答える、うん、今日は何でも答えます。お互いがね、そうっすよ。うん、多分こっちが多分一番答えてほしいかなと思うけど。確かにね。でもね、うん、この番組でね、あの多分だいぶ話してる。そう、隠したこと何もないからね。大体全部喋ってるからね、うん、確かに。うん、辛かったことか。いやー、ないな。ニコラまで辛いのはなかったな。うん、ただもう、あの、だるいしかなかったな。いや、初めての一人。うん。時どうでした？うん、それだって一人になるまでに、だって一年ぐらい、一年半ぐらいかな。うん。一年ぐらいか。言ってたから、別に一人になっても、その頃はもう、あ、やっぱまあリスナーがいて、そういたし、もう俺が出れば、もうゆうやくんって来てから、うん、やりやすかったけど、うん、うん、でいきなりじゃなかったから、やっぱ準備期間があって1年間出続けての1人だったから、うん、全然大丈夫だった、それは。へ、うん、あ、ここの上に最後ラストっていうのを入れといてください。うん、そう、差し入れも来たね、あのパンツ、靴下、ドリンクたくさん来ましたね。でもね、パンツ、うん、この番組になってからね、一個も来なかったね。何が悪いのか、番組が悪いんだね、多分ね。差し入れが？そう。ああ。毎回来たの。来るたびになんかお届け物です。マジっすか？あ、この番組は電子レンジやで、電子レンジ。あ、電子レンジ。ああ、なんかありました、その前に。そうそう。その前はもう靴下とか。うん。今来るんすかね、なんか言ったらじゃあ。うん。来週とか。まあ、現金かけ止めで送ってほしいよね。あ、確かに。うん、現金かけ止めでね。まあ、あんま。3万ぐらい、3万ぐらい、うん、リアルな3万だったらあんま文句はないかなって思った、うん、3万ぐらいだったらね、それぐらいかな、うん、今日であの最終回、僕の番組は最終回になりますね。はい、うん、別にこの番組が終わるわけではなくね、うん、で、あのすごい雑なラストの文字だよね、これね。もっとなんかちゃんとさ、やってよ。何この雑に、はいはいみたいな、あ、入れますよみたいな。超雑じゃん。引き継ぎがあるだけだよ、別にね。そう、超雑じゃん。番組最後じゃなくて、引き継ぎだけやね。引き継ぎ、引き継ぎ。MC 変わるだけ。そうそうそう。ね、もう違う店舗のね、うん、若い子たちが出てくれるから。うん、まあ、その子たち応援してくれたよね、これからね。そうそうそう、これからはね、僕の代わりに。ってみんなで、そうそうそう。そっちの子たちをね、してほしいなと思いますよ。だってもう俺ら、音体じゃないですか。うん、ハーレムで言ったらもう結構。うんうんうん、まあ、俺はハーレムまだ短いですけど、ね、もうそろそろね、次にね、こう、助けをさせないといけないから。ね、やっぱもう前、僕らもやっぱりね、全部そうじゃないか。そう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 。お店もそうだし。うん、世代交代ですよ。うん、そういうの本当だよね、文字、クソ緩いよね。ちょっとイラッとしたもんね。確かに。リッチの放送楽しみ。俺も見る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 。目の前で見るわ。すげえムカつくよね。うん、もう今帰ったろうかなと思う。まあまあまあ、でも最後、うん、最後なんでね。うん、まあいろいろあったけど、うん。まあでもいい思い出がね、いっぱいありましたからね、この番組もね。やし、あの YouTube に載ってるから。これがね、変な話さ、10年後、20年後とかもさ、うんうん、残ってればさ、うん、見れるわけじゃん。確かに。うわぁ、俺こんなこと言ってたんや、みたいな、うん。最悪やなって思えるものが結構あるからさ、うん、もうローションがとか入れたからさ、ローションがローションとかソープ行こうとかいろいろ入れたんだけど、まあそういうことがあっての今があるからさ、うん、思い出になりましたね、本当にこの4年間。改めてね、本当に、ね、ありがとうございました。本当にありがとうございます。別にね、ミネルヴァのね、あの、いろいろバースデーの告知は全然いらないんだけどね、これ誰だろうね、コメントしたの。本人だろ、完全に。おお、いい文字、いい文字。おお、いいね。さっきの、あれ、なんだったんじゃあ、あれ、逆に。あ、おい、いいよ、いいよ、飲もう、こっち、こっち、こっち。こっちの方がいいから、こっちの方がいいから。おお、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来たな。あれ、みんな、上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 、すげえな、めっちゃ。まあでも多分今日はラストだから結構豪華に、まあみんなで、ね、そうだね、今日はね、あのハーレム、今来たよー、すげえ、俺初ハーレムのこうラストをさ、
締めくくるのはやっぱり安さが多くてそれがファローって思うそうだね、じゃあ、ね、あら、伸びた、サオトメ、あ、あの、あれか男子会の時か、あの、スイーツあけみさんと、あけみさんがいたんですか、桜木るいさんあかな、るいくんやんすか、うん、と、なんか一緒にやったことが、面白そう、俺、ペロペロだったけどね、マジっすか、すごいな、たくさん来たな、それではね、今回ね、ペーペッ、ちょちょ、待っててあと20分待って。ねえ、終わっちゃうやん。最後、僕の報道最後ということで、うん、仲間がいっぱい駆けつけてくれました。では紹介します。カエルくんでーす。はい、はい、カエルくんでーす。カエルで防御やってくれています。はーい。最優先。はい、もう大丈夫だよ。はい、はい、じゃあねー。はい、お疲れ様でーす。はい、続いて、エントリーナンバー27番、さつきくんです。化粧直さつきくん。うん、さっきね、化粧ね、ちょっと直してきたんだけど。はい、さつきくん。ブスやん、めっちゃ俺やま。すごいブスやな。私まで決め、決めてくれ。はい、続いて、アランくんです。みんな、すまない、どうも、お食事ね、おじちゃん。こうやって映ってるんだ。なるべくこっちに詰めてね。はい、じゃあ、まあ、座ってみるな。はい、続いて、ヒロさんです。はじめまして。こうなっとるんや。続いて、いくつだよ、早く。なんでもったいぶっとるんや。サラー、サラー、続いて、サラ見せか、サラ甘え誠代表です、お願いします。サラー、甘え誠です、甘えます。大阪じゃん。はい、はい、じゃあ改めて、紹介いたします。僕の隣りゅうこが、誰誰誰、さおとめさつきくんという、ちゃうやー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 。苗字は何、苗字はね、二股りいやー、あれも入って今半年目でございまして、いまだ言ってないやつに4ヶ月言われて、俺の記憶薄いし、そっかそっか、俺全然知らないからさ。おにぎり来た。はい、まあそんな感じです。続いてこちらの方が、我らが、アラン、リーダー、南アラン、南アラン、ハーレー歴3年でございます。僕の先輩でございます。リーダー、大先輩。ゆうや試合にトイレ掃除を教えた南アラン。そうですね、アラン君に、もうちょっとここをこすっとけよって起こせたもんね。お前飛び散っとるやろそこ。今でこそ、そこはうんちがついとるやないか言ってね。まあよく掃除を教えてもらいました。で、続いてこちらにいくからね、ヒロさんという。ヒロどんくらい、ハーレム今半年4ヶ月 ?4 年、40年。別に4ヶ月でも何でもいいんだけどさ、ヒロくんです。イエーイ。で、飛ばして、飛ばさんです。イエーイ。みんな知らん、音体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 、津田はおじいちゃんじゃねえよ。で、改めて最後にね、あやと主任ということで、イエーイ。そして、なんとなんと、なんとなんと、スペシャルゲストが来た。誰誰誰誰誰誰、これ誰、誰誰、なんや、誰誰、スーパースター、青空です。ヒーローが登場。なんでお前なんだよみたいな。名前、自己紹介をちょっとカメラに向かって。猿です。猿、あら、猿、やらかした。猿、みんな知ってるやろ、俺やで。シャカ、シャカディース。あ、それ、シャカディース。ゲームに乗っかった。目えぐったろうか、目えぐったろうか。見ての通りね、こういうメンバーなんでございますけど、俺のもなんやはりね、サラちゃんちゃんと出勤しろよ、間違いない。270万ありがとう。一般社会のね、走り物なんで、僕らは甘えまこと。やはりこのメンバーが集まるとね、やっぱね、あ、そう、ぐちゃぐちゃになってしまいますけど、まあ、ラストなんでね、来てくれたんで、今回はね、たまにはこういう放送もいいかなと。はい、個性が強い奴らがいっぱいいるんですけど、優しく見守ってください。サラゴリラ一般人シャコディス。まあこんな感じなんですけどね、ハーレムは頑張ってます。バッシング来いよ、バッシング、バッシング来いよ。ゆうやイケメンしか来んやんけ。冷静な。ミネルヴァハルくんがダイニングバーを出しました。どこで番宣しとんねん、ほんまに。てかミネルヴァハルとかね、
ミネーバハル大学生とサラリーマンの顔シャカです。あ、来てる、シャカです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 。何番ですか、何番ですか。290番。290番、シャカジー。わっしょい。5体、5体、5体。でもあれはハマるよね。じわる。俺も、俺もびっくりした、おじいちゃん。でもユーラさんの目って結構綺麗じゃないですか、目の色。ああ、そうだね。何言う、何言う。で、無理じゃないよね。どこの国の人なんですかね。俺、はい、アメリカじゃなくて、アメリカじゃないよ、中国じゃなくて、韓国でもない、韓国でもないですよね。バチカンの中国じゃないよ。でも、うん、でも神と人間のハーフ、シャガイ。言うぞ。そこはあのシャガでーす。めっちゃ面白い。シャガでーすはパクリじゃん。これはやっとったやなんか。チビでーす。チビ。しかもあ、え、そこ分かって。チビじゃないから大丈夫やって。そうそう、はい、まあまあチビだけどチンチンは大きいんでね、そこら辺でよろしくお願いします。アナコンダすげえ滑るよね。やっぱね、こんだけね、あのメンバーが集まってしまうとね、なかなかね、人望やね、やっぱりね、はいはいはい、あれをね、取るのが難しい。重いね、マジでこれ見たら差が激しいよね、毎回さ、来てくれま、来れる人いますかって、二十何件記録されるのに、はい、なんで今日に限ってこんな来たの。だから、前日にゆうや支配人がご飯をおごってるかご飯をおごってないかじゃない。そういう問題。いや、分からんけど。逆になんで今なのみたいな。だったらまとめてさ、ちょいちょい来てほしいからね。一回住むぐらい。そうそうそう。なんで今日に限ってこんなにいっぱい来るんだし。じゃあ、短絡やし。邪魔でーす。ダメでーす。おい、おい、やってきたな、これ。営業も来てる。逆にヒロなんか喋ってて、ほら、ああやってるんだな。真ん中なんでね。早く、早く。ヒロなんか、振っては MC やん。真ん中じゃん。だって真ん中は MC やから。ラッキーカラー、カズレーザーと一緒。カズレーザーと一緒よ。いけいけいけ。何でも振ってよ、何でもいい、お題は。何ですか、何答えるか。シャガでーす。なんすね、なんか声がちっちゃいね。緊張しますね、だけど。なんで、なんでなん、なんでかな。お母さん、こんなんだって。ソニーのあのビデオカメラに向かって緊張すんの。あれですか。あ、ちっちゃいっすね、だけど。でも大半メンバー大体みんな出てますよね。みんな出てますよね、大体。まあ1回はあるんじゃない、出たこと。一人一人ぐらいは。じゃあ初めましてなんですか、やっぱ。あ、僕前に1回あるよね。さつきだけじゃない、初めまして。俺ぐらいっすね。さっちゃんいいやん、こんなコメント来るんやみたいな。さつきさ、なんか画面越しで顔疲れてね。画面越しで顔すげえ疲れてるか、なんか。そうなんですよね。さつきー、あーい。あー、やっぱ疲れてるわ。疲れてる。目白目ないけど。おいジャイアン。おいドリちゃん。おお、もう一回。じゃあ下品なこと言っていいですか。うん、おい静か、やらせろよ。あ、最低やな。クッサの最低や。コメント伸びてね。お前さつきさ、国民的アニメよ。さっちゃんのおかげで341番、次ハーレムの行くの大変。あいやー、あれ、マジか。あれ静かちゃんやわ、絶対。嬉しいわ、絶対静かちゃんやわ。シャガ坊主はやらせ。なんで静かちゃん感じは難しい。分かった、帰る。ございます。アランさんのシャガレース欲しいの。俺帰る、あれしょ、映りたいんでしょ。帰る、映りたい。帰るさんいないでしょ。あたさん映らない。おー、じゃあ帰るさんいいでしょ。あっち見て、あっち見て、あっち見て、あっち見て。映ったわやん、お前。俺のグラス。マジでちょっとグロいからやめといて。グロいわ、お前。グロいはエグいな。グロいはエグい。自衛要員にグロいだ。歯がいっぱい映ってるよって言われてる。顔がグロいわ、お前。水スタイル見に、やばいっす。これ結構中学生とか見てるから。え、怖いです。怖いです。早く見なさい、中学生は。これ、本当にびっくりしたのがあってさ、5年ぐらいストーカーやん。LINE の味に載ってるでしょ。おう。やばい、来るわけよ、ゆうさん。今度は会いに来てもいいですかとか。で、まあ来て、一回来たのが、もうかっこよかったですって、ずっとファンですみたいな。で、どこ住んでんのって、東京ですって。あ、これ結構いけなと。東京じゃん。はい、もう見つけますわ。いるのたまにはね、東京、鳥取とか福岡とか、なかなか会えない。東京、あ、これいけるわと。近いし。ほんならじゃあ、飲もうよって、近々って。あ、飲みたいですみたいな。そうね。で、いつにするっていう話をしてたけど、もうすごいラインが来てて。で、じゃあ、顔付きの身分証持ってきてなって言ったら、えって来たの。うん。え、何がと思ったら、その子は、
あのプライベートで俺と飲めると思ってたらしい。うわー、違う人よ、そんな安くないぜっつって。で、まあ、あのごめんやけど、それをちょっとごめんなって話して、うん、てか、今何歳なんって言ったら、はいはい、15ですって言われて。いや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 、待て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 、15って言ったら犯罪、20歳超えた。一回だけ言って。一回ぐらいですよ、俺。一回だけ。一回だけ。カノエイコなんじゃ、カノエイコ。ラインのアイコンじゃないよ、ライン。今でさえ俺のアイコン、カノエイコ。アイコン、カノエイコだって。ちょっと隣の席に降りる。15歳やで。15も超えるって。びっくりしたよね。15って誰考えたのかな。中3か高1の15歳。いやいや、妹と同じだし。妹、高2だから。ああ、じゃあ。妹でした。絶対まださ、満期処理してない時期じゃん。ああ、満期処理してない。中3、高1。そっちがやっぱ大事やね。やっぱね。絶対まだこいつマンコくせえなと思ったから。何がね、まだ早いな。まあね、なんか10代好きなのってお前だもんな。ああ、確かに。ロリコン、ロリコン、大事大事、ロリコンだもんね。本当にちょっとみんな全国、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 ちょ、わかりました。一回一回一回、いや、スギが嫌いか。いや、お前ヘルプスなおったらうるせえだろ。お前先輩だよ、先輩だよ、やめてください。皆さんやめてください。はい、ローションは？ちっちゃいから。ローションホテルで。公園で仕事してみたから。今日またホテル。公園で仕事してみたから。でも確かに15の頃ってどうあった、おっちゃん。おっちゃん、おっちゃん、おっちゃん。あの頃は。おっちゃん、おっちゃん。あの頃は。何年前、何年前。どうして半分くらい。半分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 。そんな多少してるわ。でも20年前じゃない、15でしょ。だいたい覚えてない、覚えてないです。何年目ですかこれ。一回行きましょう、一回。でも15の頃何してたの。あれ、まず俺らが自分の時、ちょっと待てろっすね。ちょっと待てろっすね。このツイキャスとかないし、こういうなんかニコラマないじゃん。そう、確かに。ツイッターもないし、フェイスブックない。そんだからやっぱこうアクセス取れるってのはすごいよね。家ね、家ね、手紙、家家ね、手紙、年賀状か、ミクシーですよね。ポケベルとかミクシーね、ミクシー、あんま言わない。ポケベル、全楽、全楽、全楽、懐かしい。全楽のタマゴッチ、タマゴッチ、家電、家電、家電、ポケベル、家電、カズレーザー。せっかくならカエルさん出てきたんですか。カエルさん、カエルさん、カエルはいいや。カエル、カエル、ちょっとあ、もう暗い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 。早い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 、もう少しいじって真ん中置いて。チンチンやお前、チンチンみたいな顔してるチンコやちょっとだけ。カエルじゃあちょっとアナウンスしろ。トグルアニみたいな、トグルアニみたいな、心霊現象だな。トグルアニみたいな、兄弟、トグルアニ分からへんの。みんな俺も分からへん。黒いチンコやお前。トグルアネってなってるし、ひねってきたやもう。403、トグルそうだったら分かんないじゃん。トグル兄弟、レイガーン。あ、ごめん、レイさん。あ、違うか。チンチンじゃん。え、みんな優しいですね。みんな優しい、拾ってくれるから。温かいね、お客様に恵まれてるわ、もう、やっぱり。もう、ねえ。そう、誘惑、誘惑。とはうるさいでしょ。おい、お父さんは基本的にいつもうるさいよね。潜りやな、俺のこと知ってる、潜りやな。トマさん、410。そう、ピンポン出ししたろか。一言多いから。トマさん、トマさん、トマさん。これ、キンキン冷えてますか。あ、ちょっと待ってな。え、じゃあ、むしゃぶりや。キンキンに冷えてやがる。ありがてぇ。なんでやねん。あ、スコッティから CM をご希望の皆様、すいませんでした。スコッティの CM は見てます。まずは、これは、モノボケ。おでで で書いてないね。あ、モノボケ、モノボケ、ゆうやしゅーのモノボケ。でやめてよ。でストップ。これ絶対やばくないです、やばくないです。いやね、これ柔らかくなかった。柔らかくないですか、これは。書いてないもん。あれはプレミアムってやつや。あ、モノボケしなかったところを救う、救う殺人が。ヒーロー、スコッティで。お、出川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 、スコッティ。あ、それはやめよう。あ、スーのピーって、それはスプーンで、まあ、みんな分かってるから。あ、出川、出川、出川、レアロン、やばいや。おお、これでは、これがうまいと思った人。はい、うん、おにぎり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 、欲しい。やばい、やばいや、やばい、やばいや、やばい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 。すげえ気になること一個言っていいかな。あ、何、あの、みんな今までどうやって生きてきたの？ギリギリで。逆にあのカトゥーンと一緒、カトゥーンと
その感じで今まで生きてこれたなと俺はすごい不思議に思うわけ。奇跡の話ですね。ちょっと待って、みんな頑張ってやってる時にあのゆうや手振ってって何なの。手振ってあげて。アイドルやわ。おはぐろおはぐろ。かわゆうやっていいな。おにぎり、おにぎり何なん。おにぎり何なんですか。おにぎり何なん。しこりますか。サラが食べたい。男も見てんのこれ。みんな同じような人生を歩んでるから、ハーネムいいんだろ。間違いないそれは。まあね、ルイは友呼ぶ。熱いよ。ルイは友呼ぶけど、ルイは疲労を見せた。あ、これハーネムトークね。あ、これちょっと見るしかわかんない。これちょっとリアルなやつね。ユウヤ腰振って。あ、これね、黄金の腰振りするからね、ユウヤは。高いよ俺の腰振り。ゴーゴー。お兄ちゃん前髪、お兄ちゃん誰。おじちゃんって。あら、おじちゃん。アランさん帰る、喋れよ、僕らに。どっちがおじちゃん。あれじゃない、澤部の横のやつじゃない。横のやつ、なんとかのやつ。やんないよ、もっと声張れよ。全力で。澤部の相方の人は。え、そんなん言ったらヒロもなんか、ラッスン。あれ、あ、いや、ちょっと、あれ、これ、ラッスン。服装が、服装が。いや、ヒロやばいって、マジで。ラッスン。いや、言わせたら、主任が止めるんだよ。ラッスンの。やめんの。なんでぶっ込むんですか。お前に団子くれたよ、黒い団子。腐ってる団子。486から486。どういうミスだ、ほら。あ、誰か優しい人います。ゆうやピースしてやって。もうゆうやばっかりやん。帰ってこい。待って、待って、待ってよ、よく見てよ、画面見て。何。あ、はいはい、俺しかいなくない。何、に、し、ど、なんか妖精を呼んでるアヤさんが、アヤさん妖精、アヤさん妖精呼んでる、アヤさんが、アヤと死人が妖精を呼んでます。ほら、一ノ瀬アヤと死人が妖精を呼んでます。あれもオーソラスじゃん。こうやってんだよ。でもね、あと3分ってことで、今回も30分ね、お疲れ様でした。お疲れ様です。あの、まさかのね、僕が最後のね、あの放送にこんなに来ると思ってなかった。ガチっすか。今日で最後なんで。人望人望。はい、あの、今日で僕ニコ生卒業するんで。次の世代の方々に任せていこうかなと。4年間本当にね、あの、いろいろありがとうございました。まあ僕個人の話になっちゃうんですけどね、4年間ここにいてもらったんで、ありがとうございました。で、まあ、あの、今日で最後なんで、これからはリスさんがやってくれることなんで、いいや、なんか、まあ、よかったら最後はね、逆にこんな感じでよかったかもね。変にしんみり終わっちゃうよりかは、いつも通りでまたあるんだろうなみたいな。次もこういうアホみたいな奴らが集まってつまんない話ばっかして、あーはーとか言わんけど、いるけど、まあこれぐらいがいいのかなって。まあハーレムとしてね、もう最後なんですけども、これからはね、やっぱ変わっていかないといけないから、常に俺がここにいてしまったら次の人が育たないんで。次誰にバトンタッチするの。ほんだら次はカイルに。カイル、それ以外で。だからもう何枚もカイルのイケてる男じゃないのに変わるから。誰も見ない。次はサラから、サラがソロで一言申すやつ。サラ、ソロが、サラ、ソロ、サラ、ソロで。でもあと1分ってことで、そろそろね、チェンジをしながら言えないんで。はい、する。じゃあ最後一言ずつ皆さんお願いします。誰から。じゃあラッスンから。ラッスン、あやと。ラッスン、あやと。1分だからね。お前妻すぎる。ありがとうございました。失礼いたします。お前ほんとマジ妻。はい、どうで今日もね、釈迦です。はい、あ、キリストです。はい、チェケラ。はい、帰る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 。お前、あ、僕ですか。イエイ。はい、ガブ。トン、つみよ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 、ここ日本よ。早めに締めるよ。はい、ということで、はい、4年間ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは皆さん、また会う日まで。僕はいつ、最後大丈夫、いつ出るかわからないんですけども、さよなら。皆さん、お疲れ様でした。続いて CM 上げてからはリーチさんの番組になるんで、4年間ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。 CM どうぞ。バイバイ。
ロケてー、嘘でーす。来週も僕出るんでよろしくお願いします。それではリッチさんお願いします。嫌な振り方してきた。そんなバトンタッチの振り方はね、ひどくない。いやそんなね、雑雑、めっちゃ雑ね。え、いやいや、釈迦でーすよね。うわ、かぶしてきた。いやいや、それもう、あれじゃん。大丈夫。いやー、そうなんですよ。あれです、30分ずつでね、ハーレムさんと、我々リッチで、放送を、させていただきますので、はい。よろしくお願いいたします。ということで、はいや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 、もうしっちゃかめっちゃかじゃない、全員で出る。はい、ということで、リッチからね、もう名前は出てますね。そうなんですよ、ごめんなさい。ユナイティの主任お願いします。リーマンオツありがとうございますね。あー、ありがとうございます。名前は2時から2時半までね、闇も名前出てるわ。そう、そうなんですよ、名前がね出てました。はい、三です。俺真ん中違うな。いやいや、あーいったい。そうですね、はい、順番にならない方がいいんですかね、これは。順番に、いや、こうプルッブルってやってくれます。ブルッと、でも矢上教授、ケイティーで、あー、ケイティー、あー、ナス、ケイティー、ケイティー、ケイティー、ゆうなぎケイの主任ですよ。よいしょー、お誕生日おめでとう。お誕生日おめでとうございます、2月16日ね。そして、リッチから、みやびくんです。よろしくお願いします。やよかったやびーやびーやびー。そして、今月2月25日、入店祭を迎える、しゅうせいくんです。よいしょー、はい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 。まだまだ、あ、こけたか。はいはい、ね、でも面白くなりそうですね。そうですね、30分ハーレム、30分リッチはね、また違ったね、感じでね、放送ここ変えて、ここそう、あ、リッチの、あ、でもこれいつも焦げなんだね。緑にします。まあ、それはキム・ジョンイルと誕生日主力知ってる。はいや、それはキム・ジョンイルと誕生日が一緒なんですよ。一刻の多さなんです、テンション的にはね。それはもうなんか、いいことありそうですね。暑い、暑い、暑い、はいはい、600から始まったってことは、はいはい、1200を超えなくちゃいけない。そうですね、お疲れ様です。ゆうやし兄からね、言われたんで、600、稼いだんで、足引っ張らないでくださいねって。おかんに、あれ、コメント全然止まってるやん。いや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 い、今から伸びるんでね。いいで、間違いないですね。今日はね、いろんなね、ことをしようかと思って、ちょっと画像をね、送ったんですけど、まあ今日は、いや、まだね、ハルミさんまだいらっしゃるんで、後から、ハルミさん帰った後にしましょう。ずっと言おうよ。おじゃあ、おじゃ出ようよ。そうですね。お疲れ様です。お疲れ様です。特別ゲストもいるかもしれない。大丈夫。じゃあ、ハーレムさんも帰ったということで、はい、じゃあ、ハーレムさんの悪口をね、いっぱい、じゃあ、バンバン行っちゃいましょう、もう、バンバン。今からみんなで、掲示板を荒らす様子を、荒らしちゃおう、荒らしちゃおうっつって、本当にね、このね、異色の4人でね、マジでない。いや、ちょっと俺、めっちゃ浮いとるね、こうパッと見たらね。まあ、服装的に、そんなことないですよ。友達がニコ生見ずに寝ちゃったら、もう起こしてください、ガンガンとね。そう、お願いします、代わりに見ます、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、カリミン。一気に水を打ったようにみたいな。なんかもう、いきなり。翔さん、ぜひ、ありがとうございます。ああ、今日ね、ありがとうございます。観覧しに行ってみたいな、いや、こう観覧ありですね。まあ、150人限ですよね。150人か。これで150人なんですね。これリッチのあれはないんですかね。矢上教授の生きてる男じゃないのはね、終わりました。ああ、来週までね、題名変えましょうか。確かにね。今日あれですよ、先週は滝沢よりの整形ホストは売れるんじゃないか。ああ、確かに確かに。なるほどなるほど。確かに背景がハーレムになってますね。そうですね、まあちょっと緑にしてみます。まあいいでしょう。いいですか。逆に、ああ、こっちの方がいいや。こっちの方がなんか全然こっちの方がいい。リッチっぽい、リッチっぽくはない。みんなイケメンでも、ああ、わかってる。すごい嬉しい。はい、いや、もうありがとうございます。リッチっぽい、リッチっぽい、リッチっぽい。いよりたんぼさん、今日はちょっとね、ケイトに会いに行きたい。いいねー、ありがたいね。センスがあるね。とにかくセンスがある、君は。本当に今日は、もう今日さんが楽しい。もう本当に期待値がすごい。期待値が、暑いですね。めっちゃ汗かいてます。早くもね、間違いない。いい、
何なんだよ。いやちょっとね、髪がね、地盛りしたんで今日。地盛りね、地盛り。はい、あれ、あ、いや、あれっすよ、多分平面がやるよりうまく盛れたんで、こっちの方が。あの、罰金とかやめてください、平面しないから。はい、何トークするって。わあ、今日何しましょうかね。なんかテーマが。ケイトークとかも。それは俺のあのあれ。じゃ主題。トーク違うよ。俺のラインの一言です。ケイトーク。ケイトークしちゃいます。地盛り。自分であのヘアメをすることですね。おお。あれ？あっていうのもあるけど、あのそれをしたら罰金になるので、でもほらケイト何してもかっこいいが入ってるんで、これは罰金取らないでください。結局イケメンは何してもイケメンっていう自分でも持ったっていうか、そうですね、はい、いいかなと思って。ジョイ、もうジョイしかない。確かにジョイ。いや、初回ついた2択に行ったからジョイって言われた。確かに。ジョイってあの油汚れの方。それジョイくん。油汚れにジョイ。チュリのネタできたね。油汚れやったことないからね、これね。ジョイ、マジで。確かにもう第一印象ジョイだった。本当に忘れ物がね、多分映ってないんで。はい、自分でも漏れる、すごい、ほら、やっぱこれはでもアピールになるんじゃないですか、逆にね、自分でやったんで、ハットはホストの逃げかなと。それはね、俺はね、僕も思います。確かに、ハットはホストの逃げになっちゃうな。やっぱちょっとサボりっていうのが見えちゃいますよね。一番左、サボってないでしょ。サボってないですか。左のファッション真似できそう。一番左、左どっち、左のファッション白なんだ。画面越しにっていうこと。画面越しにっていうことは、おお、真似できそう。真似できそう。俺っすか。シューズでしょ、絶対。ハット似合わないやつかぶってる。やかましい。似合ってる、似合ってる。死ぬってアンチ、アンチ、逃げます。アンチしかいない。逃げれます。いや、脱いでもいいっすよ。いや、俺がやるんすか。どうなんかなと思って。あー、なんも、なんも言えん。なんも言えん。かわいいってなっちゃう。あ、おわんかんじゃん。絶対俺のが嫌だ。おわんかん、おわんかん。あのここに星つけてるやつ、シュシュなやつがバーみたいなね。おわんかん、似合わないやつがかぶってれば逃げだよね。いやシュシュは似合ってる。シュシュは似合ってる。ノッポさん、ノッポさんってあのゴンダ君とノッポさんやね。できるかな。だね、スナフキンみたいでね。確かにね、スナフキン、スナフキンは孤独よね、本当に。でもね、孤独、この色似合うってなかなかないですね。難しくないですか。大体黒に逃げるじゃないですか。まあね、そう。結局主任のそういうとこはもう、いやいや、お前やめろよ。よいしょ、やめる。売れなくなる、売れなくなる。そんなね、今からまだもっともっと売らない、もっと売らないですか。そうだよ、よいしょだよ。今から頑張って。これ今日のテーマ的なあれは主任、はい、何もないんで、まああのいきなりですからね。そうそうそう、やれと。確かにね。なるほどね。いや、大丈夫。じゃあみんな多分興味あると思うんで、修正の過去を語ります。おー、いっちゃう。え、あ、どうぞ。興味あん、興味ある。あるよ、あるんだ、あるよ、あるんだ。そこないって言われると。いやいやいや、俺もあるよ。まあでも、リッチでやるのって結構珍しいですよね。そうそう、確かに珍しいってことは、知らない人もまだまだいると。あ、そうだね、そうですね。そう、地元でブイブイ、地元で、店長が地元でブイブイ言わせてた。ああ、ありそう。広島はめっちゃありそう。ヤンキーの話は、ヤンキーだったけど、うん、すごい悪だった。俺誰が自分でヤンキーだったの。ヤンキーだけど、ほんとに授業中ガム食ったし、渡り廊下走りよったし、上履きを半履きしよったし。くれたくれたくれた。あ、みんなが思う。自己紹介、まずは自己紹介。まずは自己紹介。確かに自己紹介しないですもんね、そんな。じゃあ店長からお願いします。はい、KG プロデュース、クラブリッチ、店長させていただいております、矢上教授と言います、40歳です。よろしくお願いします。それ言ったっすよ。40歳なんですか。はい、40歳です。ちょっとハーレム人気ですと。ちょっと待ってください。ちょっと待って、40になったんでしょ。40なんですか。40、今年1になります。39かと思った。ちょっと持ったのか。いや、大使考えるわ。そうね、ありがとうございます。よいしょ。なんか帽子かぶって。え、給料は126,000です。ちょっと盛られてる。これもあのネタ鉄板の鉄板ネタ。そんなもらってるんですか、店長。おい、確かに126,000円でももらいすぎみたいな。仕事ぶりみたいな。すごいな、こんなにもらえる。意外もらってるんですね。確かでもね、意外ともらってる。初任給 OL ですか。初任給 OL。そんなにってほら、そんなに、うわ、まあもらえてないよりはもらえるよ。そうですね、店長の仕事が見えてないんです。いやちょっと何部か、あの給料日の時、あの返すようにします。いや、俺もらいすぎです。会長かっこいいですよね。俺言えたらめちゃくちゃ。俺こんなにいらないんですね。
波数切り捨てましょうと10でいきましょうえぇーって2万6000返すいやもう波数いらないですってそんなに次いきましょうじゃあ次もうナンバーワンで主任のゆうなぎけいちの主任全部言ってるよお前全部言うよ全部言っちゃったちょっと自己紹介お願いしますはい、ゆうなぎけいちと申しますよいしょよろしくお願いします主任2月16日あのタイムラインのいいねの多さのたるやいないよ、ね、タイムラインのいいねだけなめっちゃ多いね多い確かになんかすごい人脈が多い100件近くいつも行っちゃうんだよ、うん、いいねだけが怖い怖いなんかほんまにそうです、ね、確かになんでだろう悔しいわ分かんないね俺も悔しいわいや別にタイムラインのいいねは全てじゃないよいやだって悪口書かれたなんで青メガネは何目指してるのいや言ったらじゃあビッグバンドビッグバンドさんちょっと自己紹介お願いします青メガネクラブリーチの雅と申しますけれども何を目指してるのと何を目指してるのか言いましょう言いましょう言っちゃいましょうもう言っちゃいったい主任抜きでしかまず主任抜きうんね言う投げまずはっていうことはもうそれ以上仕事や EMC をしてくれる仕切れるんだよねやっぱ変わったね変わったねいい風にね、はい、いい風なのか悪い風なのかはもうこの子の点検次第なんでということでまあよいしょで、じゃあ修正じゃあいきますか、うん、はいはい、でも修正 初なんじゃないのあ、初ですニコ生的な感じのやつを見るのはニコ生的な感じはじゃあ自己紹介バシッとやっちゃった方がいいよ初さんちょ初さんって何だ初さんやべ初さんじゃあ修正は先月からやってまいりました、はいはい、桐谷修正と申します今月25日、はい、先ほどもね言ってもらったんですけども昇格祭じゃねえやなんだっけ入店祭ですね入店祭やるんで待っておりますんでよろしくお願いしますよろしくお願いします寝れたいね勝手に昇格しちゃった修正字間違えない、はい、修正何歳あ修正でしょ修正何歳修正荒さあそうなのそうですアラサアラサっす29、8、20、30なんかちょっとやりづらくなっちゃったいやまあまあ年上なんかリアルにびっくりされてる感じがすごいなんか変な感じなんかあれすみませんでしたあれいや、すみませんでしたアラサミヤンアラサミヤンでもなんか僕あれなんですよでもずっとサラリーマンやったからホストはすごい遅くてそうなの最近やったんですよあーそうなんだそうなんですよあ、赤西誰赤西やるんだあー確かに売れないバチモンの赤西そっちかいみたいなそれ目指してるのそこですけど僕はもうやめてくださいよ赤西木通りこれ俺いじりですよ絶対にいやいや絶対に俺いじりサラリーマンからのホストいいよね俺もサラリーマンからのホストえ、そうなんすかそうですよえーじゃあちょっと語れるわ語れますね語れますねいろいろねそうあのサラリーマンの時は大変でしたよね本当ね聞きたい人いるじゃないですかサラリーマンのサングラスあ俺何髪型かと思ったメイスメイスメイスは元気それすごいメイス元気誰に聞いてるのいやそれ俺元気ですメイスメイス元気奥さんでしょ奥さんでしょ白木メイサーって言うんですよ黒木だ白木あの1個言ったんですよこれはサングラスじゃなくてメガネじゃないっていうの毎回言ってるんですよねんえ、なんで止まったグイ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 よしこいグイグイまあね、いいでしょうはいはいじゃああれじゃないですかあの自己紹介終わったということでそうですねあの、戻らんときにねじゃあ自己紹介が終わったということで自己紹介終わったんであのまあ一回ちょっとあれですかはいあ何もせずの CM 行きましょうああそうっすかいや何しかあれないんですかこう CM いやいいよじゃあ修正の思うニコ生の CM へのステップ CM パリピー初めてどうでした先輩なんだどうしても売りたいんですでもなかなかうまくいかなくてお前らロミジュリのシステム知ってるかだから頑張れば売れるんだよ、絶対やります一生ついてきますお前らやっぱりロミジュリだなWe'll be right back.
えた方がいいね。なんかリッチ的な、なんで、まあ、背景のを変えて。あ、始まってますよ。あごめんなさい、ごめんなさい、すいません。ということでね、CM が明けたということで、よろしくお願いします。まあね、バタバタして決まったんで、まあ、来週からもね、ちゃんと、はい、話題を決めて。そう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 。まあ、今日はね、やっていきたいと思います。何も考えてないですもんね。そうそうそう。そうフリー。何個かね、僕ね、画像を送ったんで、それを見ながらこうちょっと話して、おー、なるほど、ね、えー、何怖いの？いやいや、あー、自分やないか。じゃあ、自分やないか。あんまりね、人の出したら痩せてません。いやいや、これいやいや、まあ、もう、これ自分大好きですね。今日さ、ちゃんとシーカー、俺はシーカー振りますだって。いや、俺はバーをやったことあると。じゃあやってください言って、はいはいはい、まあ、ずっとね、こう連射して、バーテンダーに見える。いやいや、躍動感。とにかく躍動感。これはね、本当にブレとるし、もうブレとるし、確かにブレとるし、ずっともう連射、全部漏れとらん、しかも、まあ全部漏れとらん。って言ったらそれだけどね。まさか最初これで出るとは。そうですね、なんか。あと何枚あるんですか？いや、めっちゃ送ったよね。いや、俺今は戦えないままに次とか来年とかにしかない。いや、これは今これあれじゃない、いるこれ声に貼ってあったやつ。いや、これ僕が好きなこの名言をこう載せて、僕一人だと思ったんですよ今日。なんかいろいろみんなあるかなと思って、で、好きな言葉をね、こう熱くこう画面越しの方に届けたいなと思って。なるほど、なるほどね。番組の思考これかっこいいな、おいちゃん。いや、僕本当に名言見るのめっちゃ好きなんですよ。名言見てて、じゃあ今日一人用のやつですね。一人用の、そうそうそう、店長の。でもなんか歴史の偉人の名言が一番好きなもの。ホトトギスとかでもいいんですよ。ホトトギス予定は未定です。予定は未定。それ新人ホストっぽい。それ新人ホスト、新人ホストの営業。予定は未定。新人ホストの営業。予定は未定です。やる気のない予定は未定。自己啓発番組。いやいや、今日それしよう思ったんですよ。僕最悪、僕一人だったね。おっ、なんか出てきた。論議を忘れ、学校や人と呼べるか。それはね、もうこれはやっぱりね、ほんまにね、やっぱり義理と人情ですよね。これはやっぱり大事にしようと。なるほど。なんですか、悟り。たとえなんで、これね、魔界村っていうゲームのキャラクターなんですけど、これやっぱやめますか。知らないですか、魔界村の。めっちゃすぐ死ぬんですよ。ああ。見てけ、たとえなんでか。めっちゃすぐ死ぬ。すぐ死ぬやつ。まだ強そうですけどね。いや、めっちゃすぐ。お金かかってるみたいな。なるほどね。すぐ死んでも負けないんですよね、いずれは。そうそうそう。でもかっこいい。かっこいいでしょ。かっこいいっす。これ僕が小学校の時に買ったファミコンのソフトの中で魔界村って1の。で、僕はスーパーファミコンの世代ですからね。あ、いや、スーパーファミリーコンピューターじゃん。俺はスーパーファミコン世代。これはいい言葉ですよ、ほんまに。確かに。次。あ、これね、長い。ああ、スーパーファミコン。これ生活は体型に出るね、本音は仕草に出る。これわかる。これはね、僕ね、いいなと思うんですよ。いや、いいですね。これ共感できる。天然じゃキャッシャーでめっちゃむしゃぶりしてる。むしゃぶりで貧乏寄せで、今日矢部さんにね、注意されてる。落ち着きがないんですね。俺らの落ち着きがないんです。俺らの人間力も上がりそうですね、この2個目ね。確かに。いや、もういい言葉。生活は体験で、確かに。本音は仕草に出る。間違いない。感情は声に出る。間違いない。センスは含んでる。あら、いいね。美意識は爪に出る。あら、あ、やべ、切り忘れた。ちょっと爪切りお願いします。清潔感は髪に出る。間違いない。うん、落ち着きの差は、落ち着きのなさは足に出る。貧乏ゆすりが癖なんでね。よくない。落ち着きないんですよ、落ち着きが。1個の男に落ちる。あ、これだけ長いじゃん。店長長い。違う違う、これね、宝塚の教えやるけど長い。そうそうそう、文字がずらーっとあった最初に比べて。読む気うせるわ。いやいや、読む気うせる。キャッシャーのとこで貼っとる。貼ってる、貼ってる。お前はって、1個目、笑顔はあります。俺はって言います。美味しいと言います。目は変えてます。正義はあります。長い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 。間違ったこと言ってない。言ってないね。間違ったことは言ってない。確かに。いや、間違ない。ブスってただの顔じゃないですもん。いや、そうそうそう。こういうこと言ってるんですよ。そうそうそう。ほんまに。それはあります。自分が当てはまるものってあります？はい。これみんなに当てはまること。はい。あ、でも愚痴はこぼしちゃうことありますもんね。僕は他人に嫉妬します。他
他人に聞く。まあ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 、まあ、俺はやっぱあれですよ、何でもないことに傷ついちゃいます。ああ、意外とね、やぶさんやぶさんやぶさん、自分が最も正しいと信じ込んでる、うん、闇がそうだねいやでもね、これはね毎日見るけど、俺ほんまに毎日見て今日はってちゃんとチェックできる気がするよ。いつ剥がそうかと思って。いやもうほんまこれ剥がしちゃダメ本当に何回でも剥がされても24、ね、存在自体が周囲を暗くするな、ね、これはね、いやそんなことないですよ。ホストクラブに一人ぐらいいるんじゃないかみたいな存在ですね各店舗、ね、各店舗ね、希望がないってちょっとなんかすごい暗くなっちゃう。いやいやそんなことはないよっていうね。あ、なるほどね、ブスの人が、心のブスがこう、ね、はいはい、ね、人がなるほど、いいっすね。次行きましょう、ね、次行きましょう、ね、じゃあもうありがとうございますこんなね長いおい、すげえな、いきなりどうした。やっと出ました。いきなりいねえやつ、一人いねえやつ。あー、確かにいないですね。俺ら出してっつって、スライドして、スライドして、誕生日の、はい、誕生日にもらう動画みたいですね。いい、別にイケメンのそういうのいい、顔かっこよくないで足クロスできたな、ね、あー、やりじゃん、いたいた、俺もいたわ。やっとね、中性症態度悪い3人組で座るんだろ、そうヤンキーね、これはね、これなぁ、そこら辺乗せるんですね。これなんか結構スパスパいくんすね確かに、確かに、なんかこうなんか思い出のね、ね、これなんですか、ホッソとネオホッソのやつ。あ、これ、待って待って待って、これ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 、あれ、あら、あー、代表、代表や、代表。あら、未来、未来のか、未来のね、未来のね、ね、これあ、リッチっぽいし、ね、クラブ、クラブリーチでね、うん、仲良さそうリッチ仲良さそうね、ポーズがダサいお腹詰まさ流れるぐらい間違いないあー、もう闇が酔っとる時の顔だね。闇酔ってんなこれ。俺酔うと眉毛と目の幅がすごい。イエーイ、みんなリッチポーズしてね。みんなリッチポーズしてね。みんなリッチポーズしてよ。あー、これはもう誰だ、緊張してる人、代表が、はい、スピーチをねされた時に、代表なんすね。そうそうそう、もうかっこいい、マジ本当に、ね、大好き大好き、いや本当に、いやいやいや、もう全然いい。これ何歳の時ですか、代表。いやいや、この間なんです、この間の新年会。この間こんな少年みたいな顔しないっす。いやいや本当です本当ですいやいやいや、大学22とかいやいや、もうマジ確かに本当に本当に若い若い若い、この間っすか、この間の新年会。それは嘘っす。いや本当です本当です。いやこれ絶対代表13歳の。ちょっと緊張しすぎて長いっちゃったいや、壇上はね、やっぱり緊張しますよね。うん、すごいあどけなさが出てる。あら、かっこいい。いやいや、ヨットやもんな。これ誰これ、いけ店長も主任誰これ、本当に好きなんすよ誰これ店長ね。ね、マジで誰、ね、これ、ああ、プロデューサーか。ああね、元気ですか、元気ですか、元気ですか、変わりはありませんか。ご無沙汰です。これ代表の、これがあの、いやいやいや、さんからもらって、いいってっていう顔、かわいいよ、ほんとにかわいい、ケイトかわいい、めっちゃかわいい。え、これ、ねえ、あのさ、俺らの店の主人かやに、ほんとに悪い、これマジでさ待って、じゃあ、わからんわからん、これあの、ミネルヴァの方ですね、ミネルヴァの方。画像もういいかな、はい、まだ待って、店長、あといろいろね、ダメなことが、まあ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 、なんとか。待って、だったら店長の昔のあれを載せてほしかった。いやいや、あの昔のその、はい、いろいろありましたね店長、冷や汗出てたかもしんない、冷や汗、やばい、マジで事故の写真が、違う、ほら間違いねえから、本当にこれはね、なかなかあれですよね、はい、じゃあ、今回ちょっとあれしましょうか、やべえ、いわゆる事故か、ちょっとーいやもうめっちゃ面白いな。いやこれはね、いいっすね。え、3時までですよね、あと4分ですか。え、意外と短い、本当にいつの間にかっすね。店長汗かいちゃった、めっちゃ汗かきましたね、めっちゃ汗かいた。段取り7割ですね、はいね。じゃあ来週からもう、来週からでももうバシッとね、そうですね、行きたいと思います。笑ったーって、ね、ただ自己笑いですよ、いや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 、そうですね、うん、
ソースねが嫌だ。いやいやいや、本当に店長がこんなに喋れないの珍しい。30分短い。短いですね、そうですね。確かに。まあまあ、でもその30分でギュッとね、凝縮したね。まあ、はい、そうですね。そう、確かに濃縮しましょう。いやもう早い、1分前です。え、でもめっちゃ早かった。確かに、いつの間にか。リッチブサイク、これ何ていうのか、ブサイク、ブサイクだよ、それ。キスマイでしょ。知らねえ、知らねえやもん。昔のやつがキスマイ好きですげえ聞かされてた。ああ、そうなんだ。キスマイフットって、日本人、俺って純日本人顔じゃないですか、どっちかって。とでも韓国寄りでもあんね。確かに、なんかそれ会話してる。ヤビヤビ日本人、うん、ヤビがいいんじゃない。ということで、はいはい、初めてのね、本当、来週から30分間、2時半から3時まで、リッチで放送させて、毎週、いやー、はい、マジかー、よろしくお願いします、はい。2月25日は、うちの桐谷修正君の入店祭となっておりますので、うん、皆様ぜひ、お越しくださいませ、はい、はい、いろいろありましたが、今日は楽しかったですね。めちゃくちゃ、でも、個人的にはすごい笑えたんで、みんな笑ってくれないかと思います。また来週、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。僕がいる感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面をやめ、紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこと溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力で。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。